実はミッキー、コンタクト&メガネデビューをしていました。でね、今ね、コンタクトしてるんですけど、これ今サークルレンズっていうね、この黒縁のこういうやつやってるんですよ。そう。で、ちょっとカラコンっぽい、カラコンみたいなやつなんですよ。それに度が入ってるやつなんですけど、目の大きさ何も変わってない。ちょっと大きいかなぐらいじゃない？まあいいや。おはこんばんは、皆さん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへ、ようこそー。はい。今日はですね、結構前、もうあれ12月ぐらいだと思うんですけども、ディズニーのね、グッズ紹介をね、あの時はクリスマスの時の限定グッズのね、スノーかな？をこう、紹介した動画が上がってると思うんですけども、今回ですね、4月4日から6月の14日までやっているディズニーのイースター、今回ミッキー行きました。はい。でね、実はね、3月に2回行ってて、2月はちょっとバタバタ、受験とかがあったんで、バタバタしてて、まあ行けなかったんですけど、3月は2回友達と1回、家族で1回行ってて、そのね、アナ雪シーズンだったんだよね。アナ雪、アナと雪の女王のやつ、フローズンファンタジーっていうのがやってて、行って、普通にやってたんですけども、まあグッズとかね、別にアナ雪好きですけど、まあなんかそこまでなんか買うこともなくだったので、だから紹介しなかったんですけども、今回4月のね、イースター行ってきて、イースターグッズ買ってきたので、今日はディズニーのイースターのグッズを皆さんにご紹介しようと思います。じゃじゃじゃーん。はい、こちらでございます。これがね、イースターの袋で、こちらなんだけど、後ろが、5月のね、12日から、新しいアトラクション、ニモのね、新しいアトラクションができるっていうシーンにね、できるっていうので、こっちニモなんですけど、はい、こんな感じです。いや、もうまず袋が可愛いよね。でですね、皆さん、お気づきの方多いと思うんですけども、はい、こちら、もう着てるんですよ。まず1個目ですね、もう紹介します。これ、今回の2017年のイースターの T シャツでございます。で、なんかね、T シャツもね、まだなんかいっぱいあるっぽいんだけども、こんな感じで、ミッキーがダーンっているんですよ。あとね、今回のキャラクター、なんか卵みたいなやつ。なんかうさ玉みたいなやつでした、確か。はい。これ T シャツなんですよ。可愛いよね。ではまず一個一個紹介していきたいと思います。まず身につけていたものを紹介します。まずこちら、これですね、今回のイースターの、サングラスですね。後ろにこう書いてあるんですけども、サングラスでございます。可愛いよね。で、これつけるとね、ここ鼻があるんですけど、こんな感じで鼻がね、ちょうどこう隠れる感じで、もう、うさぎって感じしてんだけど、今までのね、サングラス、こういうのあんまなかったと思うんですけども、そう、これをつけてました。可愛いなと思って、普通に。でね、鼻はね、これ当たんないようになってて、結構息できるようになってるんで、あんまそこまで苦しくないです。はい。見えるかわかんないですけど、サングラス反射するとね、光に、ミッキーとミニーちゃんいるんですよ。可愛いよね。はい。まず1個目。で、もう1個身につけていたものが、じゃじゃん。はい。これね、ポーチみたいなので、こっちに、こう、スマホをね、こう、入れるんですよ。そう、ここにスマホ入れると、ここでもう、反応してくれる。ほら。こうやってほら。この中に入れて、こうやって背負って、こうやってかけとけば、こうやってこのまま、ケースに入れたまま、スマホがいじれるから、アトラクション何分待ちとか見れる。ことがすぐにできるっていうのでね、これ買ったんですけど、これだけじゃなくて、ここにね、なんかこう入れられるようになってるんで、はい。ここにファストパスとか入れてました。って感じでね、こうなんか、トランシーバーらしいですよ。パレード見てないからわかんないんですけど、トランシーバーらしいよ、こうやってて。だから電源ボタンついてるっていうね。これがね、この3つで私はもう行ってたんですけど、歩いてたんですけども、では、イースターグッズ紹介していきたいと思います。今回結構マジで可愛いです。はい。まず1つ目、こちら。じゃじゃん。はい。今回2017年のディズニーのイースターのお菓子でマシュマロでございます。でね、イースターは卵なんですよ、全員が。かわいいよね、マシュマロ。ネクスト。じゃじゃん。はい、タオルでございます。イースターの、ちょっと開けます。おお、こんな感じ。
いいね。いいね、かわいい。マジでかわいい。ミッキーとミニーちゃんがいて、で、今回のキャラクターなのかな？確か、うさ玉みたいな、卵みたいなやつがいますね。で、表こんな感じで、裏がこんな感じでございます。卵が揺れてる？なんかかわいい。イースターは本当にね、色がかわいい。はい、という感じでタオルでした。じゃあ次またタオルでこちら。なんか今回ね、このなんだっけ、ミスバニーじゃなくてなんか、このうさぎをね、売ってるんですよ。やっぱ春だから、みたいな感じでね。で、めっちゃ可愛くないこれ。これうちの妹なんですけど、開けさせていただきます。はい、おわ、うわ、めっちゃいい。はい、こんな感じ。めっちゃ良くない？これ尻尾ついてますからね、ちゃんと。ほら、かわいい。でね、手触りもいい感じ。さっきのね、タオルも良かったんですけど、これもいい感じ。ってことで、これはミニタオルですね。はい。これはランドでもシーでもどっちでも買えるってやつかな。うちの妹が買った身につけるやつもあったわ。はい。これだ。今回の、売ってる耳ですね。でですね、このこれついてんじゃん、お花。これね、別で買うんですよ。そう。で、もっといろんな種類があって、で、自分が気に入ったのを、ここがゴムになってるんで、これを後ろ、こうやって耳にこう、つけて、で、これ耳こう、こういうことですね。はい。他の色もあったんですけども、うちでもとはこの水色とピンクのやつ。かわいいね、これ。後ろはこんな感じね。はい。次！はい、こちら、キーホルダー。これをイメージしたキーホルダーでございます。めっちゃかわいいよね、これ。いいよね、これ。で、ここにミッキーいる感じで。はい。じゃあ次。じゃじゃん！はい、こちら、今回のイースターのね、コスチュームをした、ミッキー。ついに買いました。ね、ずっとね、こういうの欲しくて、で、買おうかなって悩んでて、もう、数ヶ月。で、イースターの格好がミッキーイケメンすぎたので、こっちのミッキーだよ。ほら、さっき、見せたポーチ、トランシーバーでしょ？ここにつけてる。で、この格好がもう可愛いんだよね。はい。そんな感じで私はこれをね、どこにつけようかなって悩んでおります。じゃあ次、ちょっとパスケースが立て続けに続くんですけども、全部今回のパスケースなんですけど、まず1個目、こちら、私が使うやつなんですけど、トンスケだよね。さっき見せた、このうさぎちゃんの、男の子かな？この相手の子かな？うん。この子めっちゃ可愛くない？チェーンがついてる感じです。で、後ろはね、こんな感じになってて、まあ、ここもチャックがあるので、なんか入れられる感じですね。まあ、普通にパスも入れて、ピッてやるやつでございます。で、次パスケース。これも多分今回なのか、まあ、もうちょっと前からあったのかわからないんですけど、まあ、とりあえずまあ、最近出たことは間違いない、パスケースですね。ベルです。でね、白雪姫のもあったんですけども、ベル。これうちのマミーのね。で、次。これ、うちの妹が買った。じゃん。ラプンツェル。ラプンツェル。髪の毛下ろしてのはい。パスケース。めっちゃ可愛いよね。これもね、うわ、めっちゃ可愛いと思ったら、うちの妹が買った感じなんですけど。そう。で、パスケースでした。あ、これも最近出たんじゃない？はい。これね、この前3月に行った時はこれなかったんで、最近出たと思うんですけども、まあ、うちのお母さんがこれはね、こうかけて、使ってた感じなんですけども。他にもね、ミニーちゃんですけど、ミッキーとドナルドとプーさんのがありました。はい。かわいいよね。で、これね、なんか、ここ開くんで、ここになんか入れたりとか、後ろもね、多分ここファストパスとか入れられる大きさなんじゃないかな。ちょっとちっちゃいかな。うん。っていうポーチ。じゃあ次。でね、ついに今回迷ったんですけど、これも買ったんですよ。バッグにね、こうみんなつけてるからさ、こうつけようかなと思ったんだよ。こう。ね、こう後ろにパスも入れられるようになってるんで。っていうのでね、こういうのが欲しかったんでね。ドナルドとすっげー迷ったんだけど、ミッキーにした。ね、今つけようかなと悩んでるんですが、私のバッグ、今チップとデールのね、友達とお揃いで買ったやつのデールが今ついてるんですよ。だから、すごいごちゃごちゃバッグになるなと思ってて、どうしようかなと悩んでおります。だからそういう意味でね、2個買ったんですけど、はい。ということで、ミッキーのね、やつ。はい、まあ、普通にディズニーでも使えるからね。はい、じゃあ次。じゃじゃーん！はい。今回のディズニーのね、イースターのコップ、4個セットから買いました。かわいくない？ちょっと開けます。よいしょ。うわ、やべえ、めっちゃかわいい。はい、こんな感じでございます。卵型のミッキーとミニーちゃんがいるんですけども、後ろは、ロゴが入っております。ディズニーイースター2017って書いてありますね。で、ちょっと周りはね、こう、うさぎとかがいたりとか、花があって、これはちょっと赤っぽいのかな。で、ドナルドとかはね、こう、水色っぽくなってたりとかしてますね。で、今回のこの種類は、このミッキー&ミニーちゃん。
と、ドナルド&デイジーと、チップ&デール。で、このウサギの仲間たちね。ウサギ。トンスケともう一人、ちょっと名前がわかんないっていう感じなんですけど。です。次、じゃじゃん。はい。こちら、うちの妹が買ったんですけども、今回のインスタのレジャーシートだって。で、多分ね、ショーとかパレードを見る人が、こう、買って、場所取るのためにこれを買うみたいな感じだと思うんですけど、ちょっと広げてみます。まあ、さぞかし可愛いでしょう。うん。ああ、可愛いわ。ああ、可愛いわ。はい、こんな感じです。可愛い。こんな感じ。可愛いかよ。って感じで、レジャーシートね。次、じゃじゃん。はい、こちらですね。イースターのランチケースというものでございます。ちょっと開けてみます。そう、いっぱいなんかここに入って3つ入ってるらしいの、ほら。まず1つ目のデザインが、この黄色のね、感じの。あ、大きさが違う。一回りぐらいちょっと違うんですよ。で、これ青ですね。で、最後が、これ。ピンクで、ちっちゃい。これが一番ちっちゃい。3つ入ってるっていう、ランチケースです。これもお弁当かな？じゃん！ウィンナーとかこう、なんか刺すやつあるじゃん、お弁当の。ピックセットってやつですね。6個ね、6個。うん、かわいい。次、こちらは、クリスマスの時にも紹介したんですけども、巾着袋ですね。ミッキー、ミニー、ドナルドがいますね。これもランド限定だ。次、じゃじゃん！はい。イースターのね、クッキーでございます。これもランド限定。これもランド限定です。ちょっと開けてみます。うちの元がちょっと開けてたんですけども、こんな感じ。可愛くない？ちょっと一個食べよう。何食べようかな。じゃあこれ食べなす。これ。デザインあるよ。こんな感じ。いただきます。うんまっ。うまい。ランド限定のイースターのお菓子。クッキーですね。はい。で、これが多分最後。じゃじゃん。はい。これはうちのお母さんが絶対買うって言ってた。アリスのですね、チョコです。ちょっと開けます。食べたら怒られそうなんで食べないんですけど。いきますよ。せーの、ポン。あれ、せーの、ポン。うお、やばくないこれ。ちょっとアップにします。はい、こんな感じです。やばいよね。これ、ちしゃ猫の尻尾イメージしたやつだよね。でね、これ時計とかあるんですけど、もう真ん中のやつがめっちゃ可愛いし、今回のデザイン、もうほんとこれ可愛いなと思って。うん。まあ、うちのお母さんが買ったんですけども。はい。こんな感じです。ここ、カンカンも可愛いよね、このケース。めっちゃ可愛い。はい。これがね、もう多分最後のイースターのグッズですね。で、ちょっとこっからはちょっと、まあ、こっからってまあちょっと少ないんですけども、見た瞬間に、売ってるの見た瞬間にこれ買おうって思ったので買っただけなんですけども、こちらでございます。T シャツです。それも、ロゴ入ってる T シャツ。開けます。うわ、やべえ、マジで。はい、こんな感じ。やばくないこれ。東京ディズニーランドって書いてあります。灰色なんですけども、もうこれだけなんですけど、なんか、こういうね、こういうシンプルなのめっちゃ可愛くない？ということでちょっと着ます。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、めっちゃいい。はい、こんな感じ。M サイズ買いました。これでディズニー行くのいいかもしれないね。これにパーカー着てね、ディズニーの。いいじゃん。めっちゃいい、この T シャツ。はい、で、次これですね。はい、こちらですね。じゃん。はい。もうちょっと食べてるんですけども、サラミーですね。はい。ディズニーのサラミめっちゃうまいからね。これはね、ちょっと長めのね、サラミなんですけど、ミッキーのデザインの。こっちはね、ちょっとちぎって食べるタイプのね、トイストーリーのデザインのね、やつなんですけど、これめっちゃうまいの。アドベンチャーらへんに、ウエスターンとかそっちの系のね、方に売ってるので、買って食べてください。本当にうまいんで、これ。で、もう一個が、確実に私のね、私が欲しくて買ったやつです。最後これで締めていいのかって感じなんですけど、じゃん！もうずっと欲しくてね、でも見つかんなくて買ってなかった。ディズニーのお茶漬けでございます。ね、結構前から食べたくて、ほんとね、お茶漬け好きなんですけど、そう。で、ディズニーのね、かまぼこ入ってるんですけど、まあ、とりあえずね、ほんとに食べたくてね、買いました、ついに。おー、いい、いいよ。いいよ、おー、すげえ。1個目のデザインがミッキーですね。はい。C かな、後ろは。で、もう1個のデザインが、はい。ミニーちゃんでございます。これはランドですね。シンデレラジオあるんで。やばい、これ味違うのかな？あ、ミッキーが海苔で、ミニーちゃんが鮭ですね。3個ずつ入ってます。はい、ということで最後はお茶漬けで締めるというね。
感じです。はい、ということで本日は東京ディズニーランドの2017年インスタに行って来て買ってきたグッズ紹介でした。ということで最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビーン、バイバーイ。次は七夕ですね。賞金がかかってる大事な試合ですよ。名付けて第1回エゴサーチコンテスト。もう一個何これ。あ、いろんなのあるんだね。カバオくんがいるこれ完全にミッキーチャンネルじゃん。どっちかって言ったら、だからアンマン系 YouTuber にしようかも。